熱中プロ野球。プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。さあ、本日はここ明治神宮野球場からオールセントラル対オールパシフィックの試合の模様を三宅が実況してまいります。マウンド上は今日の先発井川、ここは一球待ってみるか。二遊間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。
点という場面ですが、さあ左中間どうだ、あーわずかに届かない、ランナーホームへ突っ込む、ギリギリいっぱいセーフ、ローズここでタイムリーツーベースを放ちました。オールパシフィックこれで2点のリードを奪いました。すでに2点差、さあこのまま波に乗っていくことができるのか。左に切れました、これはファールボール、左中間どうだ、センター余裕を持って構えます、ようやくアウト1つを取りました。ここは一発も期待できる場面、打球はショートへ、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートから入った、レフトへ飛んだ、この位置から間に合うか、三塁ランナースタート、ボールは返ってこない、ここも犠牲フライを打ち上げてタッチアップ成功です。オールパシフィック追加点です。さあどうする、オールセントラル、ランナーは一塁、際どいところに入りました、早くも追い詰めました。三球三振です。初回オールパシフィック先制点を挙げています。塁には出したくないバッターです。際どいところに入りました、この球も見ました、低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは打球はショートへ、一塁はこれはアウト、自慢の速球でどう攻めてくるか、内角をよく見ています、いいコースに決まりました、ぐいぐい内角をついてきています。さあ次の1球は伸びる伸びる伸びる、届きました、ホームラン、際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。オールセントラル、これで得点差を縮めました。現在2点のビハインドとなっています。これも見ました、確実に入れていきたい、打球はファーストへ、シングルヒット、ここは一発も期待できる場面、この球には手を出しません、
この球も見ました。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。外角をよく見ています。ここで逆をついてきました。さあこの1球、三遊間、ランナー2塁でストップ。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。初球は外してきました。いいコースに決まりました。変化球を続けてきた。この段階で決めてくるか。際どいところわずかに外れています。初回オールセントラル、その差をわずか1点にしています。高めの変化球は禁物です。外角をよく見ています。ボールが先行しています。この球には手を出しません。外角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。さあこの1球、当たりは今一つ、難なく取りました。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。バッター、これはアウト。この回の出塁はありません。内角をよく見ています。厳しいカウントになりました。そして一塁は、2回の表の攻撃が終了しまして、この回のオールパシフィック3人で攻撃を終わっています。ピッチャーにとって非常に嫌なバッターと言っていいでしょう。打球はサードへ。ノーアウトから同点のランナーが出ました。際どいところに入りました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか。ファウルボール。
外角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。1球間を置きます。慎重にボールを選んでいます。打球はショートへ、二塁へ。6-4-3ダブルプレー。オールパシフィック、がっちりとしたチームワークを見せています。ランナーはありません。ボールが先行しています。ここは1球待ってみるか。際どいところに入りました。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。やはりストレートを使ってきました。流し打ち、この球には手を出しません。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。センターへ、よく追いついた。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のオールセントラル一人残塁で無得点です。塁には出したくないバッターです。いいコースに決まりました。ファースト強襲、ランナーはありません。打球はファーストへ。シングルヒット、ここは一発も期待できる場面。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。三球三振です。ランナーは一塁。いいコースに決まりました。打球はサードへ。ここはなんとか踏ん張ってスリーアウトにしたい。変化球から入った。この球も見ました。フルカウント、両者待ったなしです。ああ、コントロールが乱れています。この状況ではコントロールの悪い球種はやはり投げにくいか。当たりは今一つ。二塁は。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のオールパシフィック大きなチャンスを得ましたが、
スコアボードには0の文字が入っています。さあバッターボックスにはペタジーニ。際どいところわずかに外れています。打ち取ったか、よく取った。まずは先頭バッターを打ち取りました。際どいところに入りました。注目の一球、そして一塁はこれも抑えてツーダウンになりました。この回の出塁はありません。二遊間抜けるか、際どいところに入りました。外角をよく見ています。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはファウルボールです。流し打ち、これはアウト。3回の裏の攻撃が終了しまして、この回のオールセントラル1人残塁で無得点です。今のところ疲れは見せていません井川。これは平凡な当たり、一塁へ、ランナーはありません。打球はサードへ、シングルヒット、ランナーは一塁。バッターレフト余裕を持って構えます。これでツーアウト、塁には出したくないバッターです。どうか、際どいところファウルです。センターへ、これはアウト。4回の表の攻撃が終了しまして、この回のオールパシフィック1人残塁で無得点です。まだ疲れは見えません松坂。ピッチャー返し、ノーアウトから同点のランナーが出ました。
ースに決まりました。一球間を置きます。仕留めました。さあバッターボックスには岩村。さあゲッツーコース、二塁フォースアウト。オールパシフィック、がっちりとしたチームワークを見せています。4回の裏の攻撃が終了しまして、この回のオールセントラルランナーを出しましたが無得点に終わっています。まだ疲れは見えません。井川打ち上げてしまいました。難なく取りました。ランナーはありません。打球は三遊間へ。シングルヒット、ここは一発も期待できる場面。さあゲッツーコース、どうだ、間一髪セーフ。ランナーは一塁。二遊間抜けるか。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。ストレートから入った。これは見ました。早くも追い詰めました。豪快に引っ張った。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上笹岡。差は4点、理想的な試合運びというところでしょうか。早くも追い詰めました。打球はショートへ。シングルヒット。自慢のカーブをどう配球してくるか。打球はショートへ。そして打順は1番に帰ります。二遊間、スコアリングポジションにはランナーがいます。ライトはどうか。入った。さらに岩の板をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中悠然とした足取りでホームへと向かいます。オールパシフィック、ここでダメ押し点を入れました。オールセントラル小刻みな継投を見せています。今日タイムリーヒットを放っているローズ、右に切れました。これはファールボール。ファースト
強襲。シングルヒット。ピッチャーはイリキ。際どいところわずかに外れています。ボールが先行しています。ここは一球待ってみるか。確実に入れていきたい。いいコースに決まりました。両者待ったなしです。塁に出してしまいました。長打が出れば一気に大量得点という場面ですが、さあセンターはどうか。長い攻撃が終了しました。1点差で迎えた5回の表、オールパシフィック追加点を入れてさらに差を広げています。塁には出したくないバッターです。この球には手を出しません。低め。ファウルボールです。注目の一球。フルカウント。さあこの1球、追い込んだがもったいない。もっと塁を埋めていきたい。際どいところに入りました。センターへ、難なく掴んでいます。アウトを一つ取りました。ここは一発も期待できる場面。際どいところわずかに外れています。内角をよく見ています。ボールが先行しています。ここは一球待ってみるか。あっさり歩かせたくはないでしょう。これは見ました。さあこの一球、ここは歩かせました。やや疲れが見え始めています。松坂、変化球から入った。一二塁間、ランナー三塁を蹴った。さあこれで満塁になりました。豪快に引っ張った。ファウルボール。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。150キロストレート。まだピンチが続きます。初球は外してきました。内角をよく見ています。際どいところに入りました。ファウルボールです。
まずいことになってきました。押し出しになってしまいました。ここはかなりの疲れを見せています松坂。変化球から入った。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。スタンドに入りました。ファールボールです。レフトへ飛んだ。難なく取りました。5回の裏、オールセントラル1点を返しています。さあバッターボックスには小久保。際どいところわずかに外れています。打球はサードへ。余裕を持ってアウト。ランナーはありません。スタンドに入りました。ファールボールです。スタンドに入りました。ファールボールです。一球間を置きます。外外と来ています。さあ次の一球は。よく取った。これも抑えてツーダウンになりました。この回の出塁はありません。ライト落下点に入りました。6回の表の攻撃が終了しまして、この回のオールパシフィック3人で攻撃を終わっています。ここはかなりの疲れを見せています松坂。レフト線はファールボールです。センターへ。これはどん詰まり。ノーアウトからランナーが出ました。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上橋本。もっと塁を埋めていきたい。痛烈な当たり入った。岩村、甘い球を逃さず打って目を覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。この勢いで逆転に結びつけていけるか。ピッチャーは橋本。これも見ました。確実に入れていきたい。ストレートのフォアボール。ランナーは一塁。
球はサードへ。セカンドを回ってどうか。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。一二塁間、オールセントラル負けじと点を入れました。ベタジーニ、ここでタイムリーヒットを放ちました。オールセントラル追撃しています。差は4点、デッドラインか。初球は外してきました。いいコースに決まりました。打球はセカンドへ。悠々ホームイン。オールセントラル負けじと点を入れました。松井、ここでタイムリーヒットを放ちました。オールセントラル、これで得点差を縮めました。オールパシフィック、小刻みな継投を見せています。スコアリングポジションにはランナーがいます。レフトはどうか、どうか、よく追いつきました。ようやくアウト一つを取りました。塁には出したくないバッターです。変化球から入った。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。これはファーストへ、二塁へ。きっちりとダブルプレーを取りました。オールパシフィック、がっちりとしたチームワークを見せています。6回の裏、オールセントラル、その差3点に追い上げています。この回の攻撃はラストバッターからです。当たりは今一つ、これはアウト。際どいところに入りました。バッター、ライトバック、これで勝利をほぼ確実なものにしました。これで4点リードと変わりました。さらにダメを押してくるか。バッター、レフト余裕を持って構えます。今のところ疲れは見せていません。イリキ、痛烈な当たり、掴みました。3点差で迎えた7回の表、オールパシフィック追加点を入れてさらに差を広げています。さあバッターボックスには高橋。いいコースに決まりました。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。ファースト強襲、自らベースを踏んでアウト。これは見ました。注目の一球、仕留めました。
今日はホームランを放っています。岩村、いいコースに決まりました。一塁回ってセカンドへ、セカンドも回った、ランナーセーフ。そして打順は1番に帰ります。初球は外してきました。際どいところに入りました。この段階で決めてくるか。一球間を置きます。注目の一球、打ち上げてしまいました。難なく取りました。7回の裏の攻撃が終了しまして、この回のオールセントラル1人残塁で無得点です。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上藤井。さあバッターボックスには中村。打球はセカンドへ、余裕を持ってアウト。多彩な変化球でどう攻めてくるか。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。ぐいぐい内角をついてきています。さあ次の1球は仕留めました。スタンドに入りました。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。低めのボールが続いています。さあ次のボールは三遊間、ツーアウトからですがランナーが出ました。際どいところに入りました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは ファウルボール。注目の一球、バッターレフト余裕を持って構えます。8回の表の攻撃が終了しまして、この回のオールパシフィック1人残塁で無得点です。今のところ疲れは見せていません。森田、いいコースに決まりました。大きく外側へ切れていきました。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。ボールか。フルカウント。さあこの1球、
追い込んだがもったいない。ここは一発も期待できる場面。これはアウト。ランナーは一塁。これは逆らわないバッティング。ああわずかに届きません。ホームへ帰ってくる。一塁ランナー一気にホームイン。またランナーセカンドを取りました。タイムリーツーベースを打ってこのチャンスを生かしました。オールセントラル、これで得点差を縮めました。3点のビハインドですが、まだまだ諦める点差ではありません。当たりは今一つ。一塁へ、余裕を持ってアウト。スコアリングポジションにはランナーがいます。初球は外してきました。いいコースに決まりました。外角をよく見ています。厳しいカウントになりました。あっさり歩かせたくはないでしょう。二遊間、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。セカンド、まだ試合はわからない。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。オールセントラル追撃しています。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。際どいところに入りました。取りました。8回の裏、オールセントラル、その差を2点に縮めました。高めの変化球は禁物です。外角をよく見ています。ピッチャー返し、うわー止めた。送球よく間に合った。ランナーはありません。バッターどうか。ここで入った。これで勝利をほぼ確実なものにしました。3点のリード、勝利を確実なものにするか。シングルヒット、足を絡めていきたい。際どいところに入りました。さあ勝負球です。
フルカウント。両者待ったなしです。仕留めました。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。打球はショートへ。9回の表、この回のオールパシフィック追加点を入れてさらに差を広げています。オールパシフィック、ここからは無失点で抑えたいというところか。あと3人抑えてしまいたい。打球はセカンドへ。ノーアウトからランナーが出ました。自慢のスライダーをどう配球してくるか。二塁はどうか。ダブルプレーにはなりません。足を絡めていきたい。豪快に引っ張った。いいコースに決まりました。外外と来ています。さあ次の1球は。難なく掴んでいます。これで2アウト。あと1人踏ん張れるか。これはボールとはっきり分かる球です。ボールが先行しています。外外と来ています。さあ次の1球は。ここで逆をついてきました。確実に入れていきたい。あっさり歩かせたくはないでしょう。どうか。ここで入った。絶好球をうまく捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。この勢いで逆転に結びつけていけるか。オールセントラル、とにかく差は1点、挽回できるのか。際どいところに入りました。ツーナッシング、もう後がありません。ファウルボール。一気に勝負してくるか。この球も見ました。まっすぐで押していますが、次はどのような配球を見せるか。試合終了。興奮冷めやらぬ明治神宮野球場からデイゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、オールパシフィック、オールセントラルを下す結果となりました。プロ野球ファンの皆さん、そろそろお別れの時間です。さようなら。